めっちゃ苦労したんだよ、こいつ取るのに。古老の体験。あ、チャンスじゃん。はっ、どこ攻撃してんのか、ちゃんは。チャンスじゃん。はい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 DLC 新武器だ。めちゃめちゃ苦労したこいつを取るのに。なぜかというと、めっちゃ強いやつがいて、めっちゃ強いやつが持ってて、めっちゃ強い戦い方をしてきて、ここのね、西の無名霊廟ってところで取るんですよ。そこにいる強敵がいるんですけど、そいつを倒すとこの武器がもたえます。で、今からあの巨人を倒します。前回ね、パート1はちょっと配信でやったん、配信でやったんですけど、こいつで倒せそうだったのに、ちょっとくしくもね、倒せなかったんですよね。でも倒しますから、まあ、見ててください。まあ、早送りでいきますから、ここは。腐ってるげー！よし、こうやってダウン取ると、地名がここに入るんですよ、こいつ。あれ、地名地名。よしよし、これでね、結構ダメージが、ゴーレムと一緒ですよね。与えられるんで、これでじりじりやっていくと。いい感じ、いい感じ。結構時間かかるよ。多分ね、3ダウンぐらい取らないと、これで離れた方がいい、絶対。着地したら2段ジャンプ？これで離れた方がいい。なぜならね、爆炎食らうんですよ。正面とかにいると。普通に。ただ、動きが決まるぞ。多分なんかね、3回ぐらい膝を落とさないと、完全ノックダウン状態にならないんですよね。はい。それがね、非常に厄介。まあ、スタミナをね、残しながら、これ離れる、これ離れる、これ絶対離れた方がいいよ。この辺でジャンプ。はいはいはい。あのね、ブワーって爆発するじゃん。あれがめっちゃダメージ食らうから。まず即死級あれ。ほんとに。ここはジャンプ。ちなみに俺はまだカゴ入れてないからね。ノンカゴで、この、コロの剣も取りました。ノンカゴで。何のカゴも入れてない。でね、カゴ分かったわ、なんだか。あ、ほらほらほら。影の加護みたいな方は、プレイヤーキャラの、なんか攻撃力を強くするやつ。で、霊体の加護っていうのは、なんか霊馬と、霊体を強くするみたい。離れた方がいいよ、離れた方がいいよ。ジャンピン！危ねえ！ちょっと段差が今危なかったね、怖かったね、マジで。はいはい、ワンダウンでしょ？これワンダウン。これね、あと2ダウンぐらいしないと、これ倒れないんですよ、マジで。ここはしっかり距離取って。はい。来た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 ！ 3 回目のダウン。これでいけんじゃね？これでいけるっしょ。ちょっと高いんだけど、位置が。位置高い！位置高い位置高い！戦技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 つけ戦技つけ！いや、位置高いんだけど！地名が入らない位置が高くて。これ爆弾はこんなの。こんなの無理だ。もうちょい席使え席使え、コロロ剣頑張れ、コロロ剣頑張れ、席でいけいけ、よし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 、コロロ剣やったわ。え、あ、びっくりした、なんか取った、よかったよかった。弾くこうしずく、小炉の面、なんだこれ、防具かな、どれだろう。で、このカゴなんだけど、これはどうやら上の影の方はプレイヤーを強化するカゴ、下は、霊体とか霊馬を強化するカゴらしいです。まあだからこの影の地にいる間はやった方がいいみたいだね。うん、じゃないと辛いみたい。特に俺みたいなプレイヤーは辛いみたい。いやでも俺このコロを倒したからな。コロ。生配信で。みんなの前で恥をさらして、20回ぐらい戦いながら、倒したわけですよ。とんでもない生き恥をさらしたもんですよ。お、洞窟あるぞ。お、なんだこれ、絵だ。絵がありますね。エルデンリングではない、ミケラのリング！ルカティエル！絵画、神の塔だって。ここにあります。ここです。はい、ここで見つけました。うん。
意外と隅々まで行くとあるもんだよね。いや、なんかすごいな、マジで。ダンジョンとか、お、なんか強そうなやついるな。そろそろコローの出番じゃねえか。やってろか。行くぞ。コローハからの強攻撃、強くない？いや、めっちゃ強い、この武器。ちなみに、筋力寄りですね。筋力寄りの体験。うん。戦技がね、衝撃波が出るんですけど、衝撃波から強攻撃にすると、まあ、繋がると。はい。これが強い、マジで。うん。これだけでこんだけダメージ入るからね。で、行くぜ。来いよ、オラ。偉人ども。うーい。なんだなんだなんだ、なんかやったぞ。なんだなんだ。それはあれじゃないか？そいっす。あちちちち。うん。私は今、カゴで上がっているからな。ドンス。ドンス。やべ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 。おいしい？はい。おいしい！はい。行くぞ。コローハ！ドブ斬撃を見たことあるか？めっちゃ強いわ。来ました。世界最速です、これ取るの。逆手剣！なんてこった。これは次回のネタになるんじゃないか？逆手剣、これです。おお。これ強そうじゃ。うわ！かっちょよ、これ。逆手に持ってますよ、皆さん。文字通り。もう文字通り逆手に持ってます。うわ、戦技がすごいよ。こうやって敵がいたら、スッズブンスッズブンスッズブンはクソってなげ。お、なんかいるぞ。なんかいる、なんかいる。影獣、あ、影だ、影。強くなるやつ。プレイヤー強化するやつね。カゴね。ああ、レダから聞いているよ。我らと同じミケラ様に導かれたというテンバイヤーだろ。私はフレイヤ。かつてはラダン将軍と共に戦った。戦場で見えたなら頼ってくれ。おお、ラダーヤ。なんだっけ、こいつ名前。え、なんだ名前だっけ、ラダーヤ。絶対違うと思う。名前も忘れちゃった。ふん。お前もミキラに導かれた口か？だが勘違いするな。俺はお前たちを許したのではない。黄金寺は敵だ。マリカは我らを裏切り火をかけた。ミキラがいかに詫び、救いを誓い、その言葉が確かに信じたろうと、俺は到底お前たちを好きにはなれぬ。なるほど。こいつはちょっとなんか敵になりそうですね。刻まれた言葉が心に浮かぶ。我が最初の肉体をここに捨てる。うん。全く意味がわからないけど何か因縁がありそうだ。そうだろう？ラダーヤ。絶対名前違う。なんか気のせいなのかさ、時折パッドがさ、ブルルルルって震える時があるんだよね。何もないのに。なんかあるぞ、これ。隠し要素的なの。なんかね、なんかある一定の場所みたいなとこ行くとブルルルって震えるんですよ。お、なんか家があるよ、ここに。え？ちょっと待って、鈴玉狩り出てくるんじゃないの、これ。めっちゃくちゃなんかアイテム落ちてるけど。これなんだ？お、鐘楼の面。これ何なんだろう？旅人のボロや。鐘楼の面。お、大坪氏の製法書。大坪爆弾を作る、多分製法書ですね。うん。特にこれといって敵が出てくるわけでもない。変な小屋がありました。ここですね。この橋の下あたり。さらに橋の下を進んでみます。ここ何もないのか？何もなさそうですね。うん。まだ YNS はどうやらもしかしたら到着してない臭いですね。俺がもしかしたら一番乗り臭い。DLC。まあ、だとしたらしょうがないけどな。YNS、DLC エリアにもメッセージをよかったら残しておいてくれな。まあ言わなくても残してくれるんだろうけど。お、なんだこれ、風車村みたいなとこ来たぞ。なんでしょうか、ここは。降りてくか。さあ、古老の剣の出番じゃない。や、病、や、や、山捨て村？病捨て山？あ、なんかいる。壺を出しますか。壺行くぞ。うわ、なんか強そう。うわ、なんか来た来た。気持ち悪い、気持ち悪い。コローハ！スイス！強いな、コローハ、マジで。コローハ！そいや！
いやこれマジ強い、マジ使いやすいんだよね。まず そもそも直線だからすごい使いやすいっていう。結構最強武器に入るんじゃないかこいつは。お、なんか寝てるおじいちゃんいるよ。話を聞いてみましょうか。この村のことを何か知ってるかもしれません。痛い、体中が痛い。なあ、俺はまだ人間かい。だからこんなに苦しいのかい。あれかな、腰痛とかそのヘルニアとかそっち系かもしれないね。俺ヘルニアちょっと持ってるからわかるんだよ。コロハスポーン、マジ強いって。おいおい、マジ強い。コロハマジ強い。てか使いやすいね、攻略で。結構攻略の最強技に入るかもしれない。正面を切ってくれるから、で追撃がね、こうでしょ。で追撃がさ、これ吹き飛ばすんですよ、何せ。だから強いよね、この吹き飛ばしがあるから強い。苦労して手に入れただけあるな、この武器な。この上とかは何もないのかな。どうだ、壺なんか見えるか。お宝的なのがあったら言わなきゃいけないんだぞ。あの家とか入れそうじゃないか、なんか。入ったら中になんかあるみたいなのありそうじゃないか。ここ。ないのか。ふん。意外と何もお宝らしいお宝はないんだな、ここはな。まあ、いや、じゃあ上に進むぞ、壺。この先に何かあるぞ。気を引き締めていけ。おそらくこの先に強力な敵が待っている。お。ほう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 。さっきの人間を捨てた、よ捨て人みたいなのがいるな。コロハ、先手必勝。ああ、つばむしゃむしゃされた。つばを頼む。いやー怖い。キモいキモいキモい。抱きつきやめい。セクハラいててててててハエたかり。コロハ、いいぞ。な、回復してないかこいつ。な、回復、あぶれあぶれ。ハエたかりやめよ、お前マジでそれ。ダルダル、出血する出血する。あぶれあぶれ、出血する。やばい、出血だ。なんなんこいつマジで。回復回復。なんかしょ、なんか俺、なんかさあ、俺今上半身裸でやってんだけどさ、なんか脇に蚊が飛んでくんだけど。ちょっと脇のこのなんていうの、なんかこの入り口みたいなところですっげえ蚊が飛んでくんだけど、何、うまそうなの俺の脇は。やめてくんないマジ。お、病のタリスマン。なんか装備したくないね。なんか病気になってしまいそうな、なんかちょっと言うの申し訳ないけど、これ同じ状態異常に対する耐性を高める。ん、どういうこと。病に死した様を司ったタリスマン、ある状態異常発症した後しばらくなど同じ状態異常に対する耐性を高める。ん、周りで例えば出血耐性が発生したら、それに対して耐性が強くなるってことなのかな、一定時間。そういうことだろうね。毒が出たら毒に強くなるみたいな。なんかちょっと変わったタリスマンが結構多いですよね。どのタイミングで使うんだろうこれみたいな感じが。この家なんか入ったっけ。あ、入ったわ。蚊が脇に飛んできた時だわ。下にも家があるぞ。ここにもなんかあるんじゃないかな。このなんかさ、探検のワクワク感がさ、また味わえるのがすごいよね。おお、相手もだ。敵がいるな。右左どっちだ。ここにいるな。はい、コロハゲット。あ、大壺氏だ。もうこれ大壺爆弾投げてくださいっていうさ、多分これフロムからのメッセージだと思うんだよね。てかめっちゃ下行けんじゃん、あれ。どうやって行くんだろう、あそこ。まあそこもいつか行くことになるんだろうな、きっとな。おお、なんか湖みたいなとこ来たぞ。表の世界ではね、ここでね、大体ドラゴンが飛んできたりするんですが、ドラゴンは飛んでこないのかしら。特に飛んでくる気配はないんだな。アイテムだ。お、大刀だって。これやばそうじゃね。いや、めっちゃかっこいいこれ。え、めっちゃかっちょよこれ。あ、違う違う違う、
これめっちゃかっちりだろ。大立ちってことかな、立ち。めっちゃかっこよくないこれ。これ次の動画のやつ、うわーモーションええやん、ええやんモーション。やばやば、これすごくないこれ。戦技は何これ。あ、上段構えしてブーンって切るみたいな。なるほどなるほど。強攻撃はすごい、強攻撃だとダンダンダンって切るよ。すごい、凄まじい勢いで。このさ、構えが良くない？上段構え。なんか最近さ、ちょっとこういう系のゲームやったからさ、俺さ、すごい。え？ああ！え？で、いつ降りてきた？ああ！ドラゴンザンビー！ドラゴンザンビー！ドラゴンザンビー来たの！いつ来た？やべえ、ちょっと待って。え、こいつなんか、さあ、急に来たよね。なんかあれかな、透明だったのかな。あべ、怖い怖い。だから俺にはコロロ剣があるぞ。最強の剣。コロロバスターがあるからな。てか、めっちゃ硬くねえ？何こいつ。異様なんだけど、硬さ。ブレス的なものやってこい。いってってって。あぶねえ、あぶねえ。危ない危ない。ああ、すげえ、こいつなんだ。え、こいつどこにいたの、マジで。超強いんだけど、普通に。え、急に現れたよ。いや、ゴンゾーっていうね、ちょっと僕の知り合いがいるんですけど、そいつの武器がまさかエルデン DLC に落ちてると思いませんでしたね。勇気、キノコ、ありがとう。これだって絶対そうだもん、これほら。これ。野立次元流っていうから、これ知ってる？みんな。ドン、ドン、ドンだよ、ほら。野立次元流っていうから、これマジで。キノコ、ここだ。違うんだよ、キノコ。てかさ、DLC エリアのみんなのメッセージが見えないんだよな。まだ見えないのかな。ダッシュ攻撃、キノコ。違うと思うぜ、絶対。見えないんですよ、マジで。なんでだろう。この先チャンスがあるぞ。そして王を目指せ。ありがとう。おそらく勇気、あるいは強敵。ははははは。高すぎる。いやまあ確かにね、このじいちゃん金なさそうだもんね。ラダーン祭りを多分あれでしょ、無料で公開してた感じでしょ。やっぱみんな円卓安定で書いてるな。キノコ万歳。なんでキノコなの。赤いキノコやめてよ本当に。赤いキノコ出てきたから。キノコやめなさい本当に。投げかけるのやめなさい、女子に。キノコって。やめい。恋人をご承諾あれ。あれ彼氏え、フィアちゃんの彼氏来てくれたのかな。マルチプレイ、グループ合言葉、YNS というものを作ってます。よかったら入ってください。縁付きのメッセージがね、たくさん見れます。多分 DLC もね、そのうちポコポコ増えてくると思うんで、楽しいと思うんで。あー、ちょっと待って、やってない、やってない、やってない。それをやらない、それをやらない。やらない、やらない。はい。ソロでやりますから、基本は。あ、よかったら入ってみてください。PS4、PS5、PC、全部やってます。まあ、次回はこれもう確実にこれでしょう。野立次元流の回だよな。これ間違いないっしょ。ねえ。そう思うよな。ゴンゾーの武器だぜ、これ。